まあ、SNS、まあ、Twitter だったり Instagram だったり Facebook だったりに、アップできるようなちょっとしたショートムービーをプレゼントをさせていただけたらなと思っています。ただ伝えたいだけなのなのだ。こんにちは、宝部亮司です。動画を見てくださいまして誠にありがとうございます。本日は、成人式で起きた出来事、晴れの日という会社が成人式当日に営業停止してしまって、多くの新成人の方々が成人式に出席できなかったということについて少しだけお話しさせていただいて、本当に微力なんですけれども、僕から少しだけ提案させていただけたらなと思っております。まず最初に、僕宝部亮司は音楽活動をやっているシンガーソングライターです。自分で歌を作って作詞作曲して、自分で撮影して編集して、YouTube に動画をアップロードするという活動を行っています。ただ今こういった活動をする前は結婚式場でウェディングプランナーという仕事をしていまして、ご新郎様、ご新婦様、ご両家の皆様、多くの方々の本当に大切な一日に携わるお仕事をさせていただいていました。そういう経験があるからこそ、思い出だったりとか記憶だったりとか、その時その時しかない一瞬っていうものは本当に大切で、その大切な日が悲しいままで終わってしまうっていうことが本当にいたたまれなくて、なので僕にも何かできないかなと思って動画を撮っています。ただ最近こうずっとこう何か僕にもできないかなとは思っていたのですが、着物だったりとかその和装というか振袖だったりとかっていうものを貸し出しすることもできませんし、写真家でもないので写真は撮れないしと思って、情報をずっと共有するっていう、シェアするっていうことしかできていませんでした。ただ情報をこうやって探しているときに、多くの企業の方々だったりとか個人の方々が、手を差し伸べているのを見て、なんかやっぱり僕にも何かできないかなと思いまして、本当にこれが今から言う言葉がその需要があるかどうかは全く分かりません。成人式の主流っていうものがやっぱり写真だったりするので、あまり意味のないものなのかもしれませんが、僕ができることはやっぱり映像を撮影して、編集してプレゼントはできるのかなと思っていて、なので、できる限り多くの方々に対応はしたいなとは思っているんですが、まあ、SNS、まあ、Twitter だったり Instagram だったり Facebook だったりに、アップできるような、ちょっとしたショートムービーを30秒から1分ぐらいっていうものをプレゼントをさせていただけたらなと思っています。すいません、ちょっと僕もそのまだインターネットでの情報しかもらって見ていないので、どういうふうにこう携わらせていただけたらいいのかちょっとわからないんですが、実際にこの新成人の方々ですね、今回、出席できなかった方々が振袖だったりとかっていうものを切られるタイミングがあるのかがちょっと分かってはないんですが、もしそのタイミングで撮影できるのであれば撮影させていただきたいなと思いますし、もちろんその負担にならないように、邪魔にならないように、撮影して編集してプレゼントできたらと思っています。難しいな日本語が。実は僕チャンネルが、今3つあって、このチャンネルと歌を歌っているチャンネルと、もう一つゲームをやっているチャンネルが3つあるんですけども、実はプライベートの YouTube のチャンネルも持っていて、友人の結婚式の最中をずっと撮影してそれを編集してプレゼントしたりだったりとか、思い出 DVD を作ったりとか、生い立ち DVD を作ったりとか、オープニング DVD を作ってプレゼントしたりしていて、そういったチャンネルがもう一つあります。なので思い出っていうものをこう一つの動画にしてプレゼントすることは、意外と普段からやっているので、そういった形で少しでもなんか悲しい思い出がこうプラスになればなと思っています。なんかどういった
動画ができるかちょっとわからないっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、動画説明欄に、僕こういった動画を作っていますっていうのを載せていますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら見てください。本日から、Twitter の DM を、開放しますので、本当に興味がある方だったりとか、質問だけとかでもいいですし、ご連絡ちょっとだけでも気になる方いらっしゃいましたらご連絡ください。で、僕もそのできる限り多くの方々にお手伝いさせていただきたいので、ちょっと僕からのちょっとお願いだったり提案が今後出てくるかも、できる限りないようにはしたいんですけども、出てくるかもしれませんが、それは、ご了承ください。なので皆さん、そのなんかやっぱり悲しい気持ちはたくさんあるし、なんかこうね、ちょっと暗い気持ちになっていると思いますし、本当になんかこう傷ついていると思いますが、今は本当にこう日本中が動いていて、この事件について動いていて、注目していて、多くの人たちがこうやって手を差し伸べていますし、必ずしもその振袖だったりとかが帰ってこないって決まったわけでもないですし、晴れの日の社長が逮捕されないというか出てこないということもまだ決まってませんし、警察も動いていると思いますし、なので暗い気持ちになってしまうと思いますけれども、その分今から新しくこう楽しい思い出を作っていきましょう。はい、っていう感じですかね。以上、宝部亮次ございました。最後まで見てくださいまして誠にありがとうございました。はい、いつでもどんな些細な、質問でもどんな些細なことでも、お答えしますので、ご連絡ください。では、すいません、ごめんなさい、最後にこれだけちょっとお伝えしたいなと思いまして、もちろんなんですけれども、もしかするとその心配されている方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとお伝えさせていただきます。撮影した映像っていうものは、YouTube に僕のチャンネルからとか、YouTube に僕からアップすることは絶対にないので、ご安心ください。そこの個人情報といいますか、そこはもう、お守りしますので、アップロードすることはないので、ご安心ください。その逆にそのいや、アップしてくださいって言われる方がもし出てきたら、その時はその時で考えますけれども、その方に関してはですね、絶対にそれはないと思いますので、はい、とにかく、アップロードするとかは全くないです。本当にプレゼントするだけなので、ご安心ください。あと、1人だけとか、一応対象の方は、今回その被害に遭った方なんですが、なんと言いますか、その一緒にこの友達と一緒に撮りたいとか、ご家族の方と撮りたいとか、大切な方と一緒に撮りたいっていう方の方いらっしゃいましたら、全然一緒にいらっしゃったら、映像の中に一緒に映すことはもう全然いくらでもできますので、その辺も柔軟に対応させていただけたらなと思っています。やっぱり成人式っていうのは、そのもちろんご自身にとってとっても大切な、子供から、大人になる、大切な行事なんですが、それはそのご自身にとっても、そして親御様にとっても、ね、ご親族の方にとっても、本当に、大切にこう育ててきた我が子が、大人になるその大切な行事なので、はい、だから親御様と一緒に撮りたいっていう方がいらっしゃいましたら、全然一緒に写っていただいても構いませんし、はい、その辺もなんかこう気軽に連絡してください。はい、ごめんなさい、ちょっと本当に長くなってしまいまして、すみません。はい、なので辛い思い出はなんかいい思い出で上から塗っていきましょう。はい、では失礼します。